本日は犬を飼うのにいくらかかるについてご説明したいと思います。値段はピンキリだとは思いますが、小太郎の場合18万1546円、最初にかかりました。内訳は整体代が11万8000円、ゲージなどの初期費用の用品が24,396円、マイクロチップ料金が5,600円、ワクチン料金が7,000円、ペット保険の料金が26,550円でした。購入時の金額は18万1546円でしたが、それ以外にも狂犬病の予防接種などで別途お金がかかってきます。あとはペットフードの料金はこちらに含まれないので、その後うちの場合には小太郎が6000円と小梅が6000円ぐらいで、合計で1万2000円1ヶ月ぐらいでかかります。それ以外にも具合が悪くなったら動物病院にその都度連れていくので、また別途お金がかかってきます。約12年前、ペットショップで購入しましたが、今はペットショップ以外から譲り受ける保護犬や保護猫が注目されていますね。私も小太郎や小梅を通じて保護犬保護猫の存在を知り、今ペットショップ以外から譲り受けることに注目しています。海外ではペットショップ自体をなくしている国もあります。動物を飼うことは心の癒しになりとても癒されますが、今回の動画を通じて動物を飼うのにはお金もそれなりにかかるということと同時に、終生飼育という責任もお伝えできたらと思います。いかがでしたでしょうか。これからワンちゃんを飼う予定の皆さんの参考になればと思います。参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。